今日の川柳、なんでかな、アイム2回目、ブーブーまだ来ない。さあ始まりました、株式会社クアリンプレゼンツオリジナルワーイ、このお時間でございます。2回目、はい、ようこそ。改めまして、ノーブレーキのアイムです。よろしくお願いします。明けましておめでとうございますになりますよね。いいと思う、はい、オンエアは一応1月10日なんだけど、はい、まあ、この収録が1月4日。そうですね、新年初めての一応ゲストであるけ、ここには。いや、ありがとうございます。僕例年に比べて仕事始め、お笑いの早いです。あ、そうなの。1月の4日からちゃんとこう、なんていうんですか、あのお仕事いただいて、こう働くっていうのはすごく嬉しいですね。はい、え、O1 最後出たのいつ。 O1？ いや、 O1 グランプリお笑いのおなじみのよ。2年前ですかね、あぐらいか、はい、じゃ O1 がなかったらそんなに。でもまあ O1 グランプリあれ仕事かっつったらね、祭り祭りですからね的なところ確かにあるけどね。そうなんですよ、ハーリーと一緒かなと思って、ハーリー結局 O1 終わったらハーリーにも出ますからそうだね、はい、いや、まあ今年あるかなっていうところであるけど、またね。そうですね、またちょっと余談のならない感じになってきましたけども。いやいや、お願いしますよ、本当。はい、なんでこの番組さ、最初この何、あのデコリンが、はい、まあお辞めになられて、この番組を。あ、辞めたんですよね。そうそう、確か、そうそう、はい、去年の3月いっぱいかで、うん、あ、だったかな。そう、そっから一応まあ毎週辞めるっていうのも、まあ、できるでしょ。大人でしょ。違うけど、いろいろあるわけ、本当に。はいはいはい、あいつこっち勤務中1時間以上こっちに取られちゃうから。ああ、まあまあ、そうですね。ちょっと人手もあったりとか、まあ、いろいろこっちの事情もあったんだけど、ファームの仕事もありますから。そうそうそう、はい、でスポンサーにもついて、そうですね、もらってるというか、俺が農場長であるんだけど、ちょっとややこしかったっすね。そうだっけよ、決定権は上にあるんで、うん、いろいろあって、はい、で、若手芸人いらっしゃいみたいな感じだったわけよ。そうですよね、コーナーとしてのコンセプトは。そう、そうなのよ、うん、何ヤンビーとアイムしか来ないみたいな、まあ、鉄筋ちょろちょろ なんだろういや、分からん、もうあと誰来た。鉄筋ちょろちょろでいいっすね、あいつら。うん、鉄筋ちょろちょろ鉄筋なんですよ、ビビンバ。鉄筋ビビンバ。鉄筋ちょろちょろがいいよ。いや、これね、僕ちょっと、僕も思ったんですよ、2回目呼ばれることで向かいながら、はいはい、これ若手オファー断ってんかなと。だからさ、これ、うん、俺はね、だいぶあると思うよね。そう、いや、まあ、ギャラ知らんから俺。いや、これもうギャラじゃないっすよ、便秘さん。いや、だからそう、本当はよ、本当はそう言いたい、ただ、はい、あのガソリン代とか高速代差し引いて、せめて赤が出ないんであれば、まあ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 、一応ね、お金ないとかっていう気持ちもわからんでもないからさ。いやー、どうすかね、もうこういうお仕事はもうお金じゃないんですよ、まあ、お金じゃない時にやってきたから、我々はね。そうなのよ、はい、もうかりゆし、ゲオン大祭とか、あれよね、あれのこと俺もずっと思ってたんだけど、タイヤの摩耗代も出してほしいですよね、本当は。あれはそれこそね、まあ、トントンぐらいよね、ガソリン代とか高速代とか。コンビだとでも結構それこそなので、あれですよ、コンビの場合はじゃんけんして負けた方が車出すとか、1台でいかんと引き合わんぐらいの、1台でいかんとダメですからね。感じであったよね、はい、だからでも得られる経験はまた、そうだわけ、分かってないですね、今の若手は。もったいない、もうなんかもう怒るとかじゃないです、これ今僕ら別に怒ってないですもんね、うん、そうそうそう、俺どちらかというと俺の人望かなと思って違う違う違う、そこでもない。いや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 、ベンビーさんと話ができるっていや思わないせきれない。いや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 、もうなんだ、10年前は僕ベンビーさんと話がしたくて、前も一回ゲスト出た時に言わせてもらいましたけど、沖縄市までちょっとついてったりとかして、いや最近確かに賞レースでも結果も残せてない。いやいや、そこじゃないですよ。いやいやいや、考えちゃうわけよ。いや関係ないですよ、実績がありますから、ベンビーさんの本当はな、はい、そうなんですけどね、ということで もう、ね、もったいないですね、逆にね、いいんですか僕でっていうことですよ。いやいや、だからさ、若手としてなんで歩夢さんがまた経験して なんちゅうかな、ただでさ仕事少ないさ若手って。うん、まあまあそうですね、もう昔よく言ってたんだけど、いやだったら見学させてとかもないのかなと思って。もうなんかごめん、苦言ラジオになっちゃった。苦言ファーム、苦言ファーム、苦言ファーム、苦言ファームじゃないんだけどな。いや、まあまあということで、はい、でしょう、今日はAIM2回目ということで、はい、そうです ね、まずはオファーいただきましてありがとうございます。とんでもございません。ちょっと時間ややこしいですけども、うん、まあ、1月の4日で、はい、まあ、新年こう過ごしてきたわけですよね、うん、大晦日から、はいはい、そう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 、はい、まあ、結構忙しくて。何やった、お店は、バーは、バーを、うん、開けてるんですよ、ずっと
大晦日から1月4日まで、おでまだまだ開けるんですけども、おで、まあ、2週目あたりにちょっとお休みしようかなと思っていまして、はいはいはい、やっぱ忙しいですね大晦日1月、ね、2日が忙しかったですね、あの新年で言えば2日、俺なんかも昔カラオケやってる時ずっと開けてたんだけど、はい、2日がやっぱり年1月2日が俺たち1年で一番売り上げよった。すごい。本当年末とか忘年会とかなんとかよりも、そうなんですよ、ね、1日の売り上げで言うと1月2日だった。1月の1日がだから大晦日からの疲れがあって、うん、で親戚周りもあるところもあれば、ね、まあちょっと抑えめなんですよ。で2日目、1月の2日からみんな2日も治ってきて、はいはい、飲みぶさして夜出るけども、うん、閉まってる店が多いから、はい、そこでちょっとね、まあ、まああるでしょうね、チャンスをちょっと取ろうっていう感じで、それでまあお店は忙しかったです。で大晦日はそのままお店の方でカウントダウンして、うん、でバーのお客さんと、うん、ね、お店閉めてスタッフと波の上宮に行ってきました。早めに閉めて、はい、沖縄だけなんですかね、あんなお祭りみたいな雰囲気というか、初詣、ね、まあ、敵屋っていうんですか、このおみで、はい、屋台があるじゃないですか、はい、あれやあるんじゃない、もう、どうだろう、ね、初詣に行くというよりかもう僕らお祭りに行くみたいな感じ、うん、はいはいはい、だからもう俺ももう十何年かなホテルのカウントダウンやらせてもらってるんで、はい、あ、そうでしたね、大晦日かお仕事で羨ましかったですね。そうそうそう、だから昨年はいつも早くて9月遅くて10月にあるオファーが、はい、12月までなくてギリギリまで、そうそう、ギリギリまでやってたみたい、他にもなんかバーの なんてミュージックハウス なんだろうな、ライブハウスみたいなところのカウントダウンオファーあったんだけど、ちょっと待ってもらってて、ってたんだけど、あ、このブッキング状態というか、そうそうそう、はいはいはい、カリウスさんはやっぱり毎年お世話になってるんで、うん、あそこがやりませんって言うんだったらもう分かりました他行くけど、はい、いや今ちょっと競技中でって言うんだったらもうギリまでじゃあもう僕待ちますか、そうそうそう、でやっててもう一つ待たせてたんだけど、あ、これもカリウスさん今年なかったらもう大晦日ゆっくりしようと思って、はいはいはい、でもう一つはもうお断りしたんだけど、まあまあギリギリで今年もお願いしますっていうのが昨年12月があったんで、いやこれね結構芸人としてステータスですよね、大晦日仕事があるっていうのは、いや本当そうね、羨ましい限りですよ。そうそう、だからガッと走って、はい、ある程度本当にもうなんだろう、かなりの稼ぎになった時には、はい、年末年始お休みもらってね、あるじゃないやっぱりワイハワイハじゃない一回はでも行くと思う俺やっぱり、あれですよね、僕も憧れがあるんですよ、そう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 、帯でラジオやられてるヒープさんとか、まあまあ、ヒープホップとか、はいはい、ひとしさん、うん、やっぱ忙しいじゃないですか、うん、急に夏休みとか行って、はいはい、遅めの あれでガンって休むのがちょっと憧れるんですよ。だからな、一応この野郎やって思うんですけどだからさいやでもよ、帯ってやってみて、俺ももう1年半が帯どうですか、10ヶ月ぐらいか、いや思ってたより、はい、メンタル疲れるね、もう土日が俺月金だけど、はい、やっぱり土曜日待ち遠しくなってる、ああもうちょっと明日のこと考えたくない日が待ち遠しいみたいな、そうそうそう、だから金曜日終わったら本当に鼻筋感ある、あ、そうなんですね、こんな感じかって。でもそれって芸人やってたら、うん、なかなか感じないありがたみじゃないですか、うん、そうだねそうだね、暦通りってなかなか芸人ってそういう仕事ないので、うん、そうそうそう、ただ披露宴の司会がぼちぼち入ってきてるわけ、おなので、まあね、昔みたいにがっつり入ってきたらもう週1本2本とかって入ってくると、はいはいはい、ちょっと抑えるかもね、披露宴の司会は、まあそちょっと嬉しい悲鳴というかね、そう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 、あまり忙しくても、うん、こうやっぱパンクというかね、キャパオーバーになっちゃう、だ去年が僕そうだったんですよ、あーバーとバーとお笑いとで、うん、バーがほらお酒出せなくて、うん、お昼じゃないと開けたらダメですよとかっていう中で収入と貯金がどんどん減っていくわけじゃないですか、うん、売り上げもないので、はいはい、いろいろ工夫してやっている中、うん、まあこれはいいわけですよ正直、うん、お笑いの賞レースの大会がありますよ、うん、はいはい、エントリーどうですか、うん、みたいなあるじゃないですか、はい、やっぱこのお笑いの大会に向けてのプレッシャーってすごいじゃないですか、めちゃくちゃあるよねこれは、もうやっぱナーバスなるし、うん、それを考えた時に、はい、やっぱ現実問題というか、うん、もう精神がそこに追いつかない気がして、はいはいはい、でみんな条件一緒なんですけど、なんかより一層この状態で臨むのもなと思って、うん、まあ、大会2大会ちょっと辞退させていただいたんですけども、だから俺も去年はまあここを始めて、
まあ本当コロナ週 2,3 だけどよ、はい、メンタル的には来なくてもやっぱりだいぶここが気になってしまって、まあ、そうですよね、責任がありますから、そうそうそうっていうのがあったので、もう今年はもう早々にあのデコリンを現場の責任者として示して、はい、で俺もあ去年ちょっと芸に打ち込めてなかったなと思って、どこかでってことですか、うん、気象転結のネタもどこかやっぱりって、まあ、今思えばというか抜いてたわけじゃないけれども、そうそう抜いてるわけじゃないんだけど3万ではあったかもっていうことですか、そうそうっていうのがあって、はい、で今年はもうデコリンをあの農場担、俺農場長なんで、あいつ農場担、俺農場長、短い農場担として、いやそれ合ってますそれ役職として農場担として副農場長みたいな感じかな、的な、はいはいはい、まあ、現場責任者みたいな感じで置いて、うん、もう本当に、まあ、っていうのも俺の都合だけじゃなくて、後半去年後半からデコリンがだいぶしっかりしてきて、いやなんかね、あのデコリンさんのツイッターフォローしてるんですけど、うんうんうん、泣き人に住みたいなとか、泣き人いいところだなとかっていう、なんかその、うん、要は関係者だったら僕すごく気持ちいいです。あそうなのよ、なんかでグループ LINE でも今現場メンバー3人いるんだけど、はい、あの同列だったのがデコリンがなんとなくだんだんグループ LINE でも仕切り始めてきて、はいはいはい、あなんかいいなっていう、でもともとここ受ける時の、ええ、まあ俺、まあ、唯一の条件というか、はい、もうほぼ即決ではあったんだけど、はい、ちょっとまあやっぱ現場いられないんで、はい、一人あの八百屋で働いてたりとか、あ野菜の知識もあって、はいはいはい、真面目な男がいますと、うん、でちょうどオリジンの稽古もなかったから、はい、あいつがもう、ちゃんとここに現場ついて、うん、住み込みでというか今日も移して、はい、あの受けてくれるんだったら喜んでっていう、なるほど、いや、ね、デコリンさんだって責任感もありますよ、そうそうそう、あの娘さんも大きい娘さん一人でね、だからさ育て上げたりとか、なので今年は俺もちょっとねやりたいのがいっぱいあるわけ、いや本当そうですね、あまあまあ単独ライブもやりたいし、はいはいはい、年男だったりとか、まあ、あ年男、年男なのよ俺、虎年、虎で、あらガオ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 言ってガオガオガオのイメージはごめんなさいないんですけどやろうかなと思って、そうそうだけど、でであればベビーさんと同い年の芸人さんでいうと、うんうん、伊佐尾まーちゃん、伊佐尾さん、まーちゃんさんも虎年、虎、あ虎年でいうと、まあ、ケイジャーさんも虎年、あもう一個上の学年以降や、あ、そうそうそう、なるほど、どうきょう、まあ、単独ライブもやりたい、CD2 曲目も出したい、はい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 、はい、笑いじわの、そう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 、ちょっと今度はコミカルなやつ出したいなと思って、あなるほど、そうそう、まあ、話はちょこちょこいろんな人とやってはいるんだけど、うん、走り出せてないんで、いやベンビーさんってやっぱマルチですからね、うん、いろんなのやりたいわけよ、とりあえず芝居もできますし、役者もやりたいし、あの声のお仕事もやりますでしょ、やりたいやりたい、で、まあ、歌も出して、出しますよ、何、ま、出します、農場もやって、農場だからもう本当農場担任、はい、農場担任お気に入りですか農場担任やっぱり年取ったらこんなの楽しくなる、わかります、腸に対してわかりますね、そうで、あとちょっとまだちゃんと話できてないんだけど、沖縄市のシアタードーナツ映画館、あ、知ってますよ、宮城さん、宮島さん、あ、宮島さん、そうそうそう、失礼しました、宮島さん、ね、今年か来年で立ち退きになるわけ、えっ、そう、あっち道路拡張入ってて、あ、そうかかってわけさ、で、まあ、一応どっかでオープンするって言ってるんだけど、はい、あそこにあるうちに何か関わりたいなと思って、はい、で、はいはいはい、一個僕も関わりたいっす、だから宮島さんにちょっと提案しようと思って、はい、シアタードーナツの唯一無二かな、あんなところは映画が始まる前に宮島さんが前説やるわけ、はい、あ、そうなんですね、そうそう、まあ、まあ、あらすじとかまで言う時もあるのかな、はい、で終わった後にまたどうでしたかっていう、これを俺も時間がある時、はい、まあ、ワンデー前ラジオ行く前とか一本だけども、はい、ちょっとやらせてもらいたいなと思ってるわけ、一応宮島さんには今のところも新年の挨拶で、はい、あの今年はできれば僕もシアタードーナツに勝手に関わらせていただきたいなと思ってるんで、いいですね、新年落ち着いたらちょっと飲みに行きましょうって言ってるので、はい、それもやりたい、だから空いた時間に、まず僕は飲みに行きたいです、一緒についていきたいですよ、ね、いや宮島さん会うたんびにトークショーしよう、トークライブやろうぜみたいなこと言っていただけるんですよ、僕も昔映画の番組やってたので、あ、そうだ、はい、チネパラっていう終わっちゃったんですけど、やっていたので映画好きなのでちょっと勉強中なんですけど、だから俺も映画見たい見たい思いながらもうお家で見てたらなんか寝ちゃったりとかさ、なんとなく映画館行くってなったらあ時間がとかギリギリだしなとかってなっちゃうから、う、ね、ちょっと構えちゃいますもんね、構えちゃいますもんね、これはもう事務所との相談にもなるんだけど、うん、まあボランティアでもいいんで、うん、この前説後説に関してはめちゃくちゃいいと思います、そうだから映画を解説するために
いいんじゃ見させてください。いや、ああいう街の映画館って絶対残したいですよね。そうだけど、で次のシアタードーナツ、まあ、宮島さんも言ってたんだけど、はい、どういった形になるか分からんわけよ、はい、でノウハウがもうあるから、うん、今よりも、まあ、街の映画館感はなくなるかもしれない。なるほど。もっと立派になるかもしれない。うーん、なるほどなるほど。そうそう、だからこの土着の感じっていうか、はいはいはい、根付いてっていう感じじゃなくなるかもしれないっていうのもあって、うん、ちょっとあのスタイルってやっぱおしゃれなんですよね。そう、なんかいいさね。劇場もなんか椅子も特殊で、一個掛けのソファーがあったりとか。そうだね。だからその今のシアタードーナツのうちにちょっと関わりたいなっていう。いいですね。やりたいこといっぱいありますね。いっぱいあるわ今日も本当に。僕もね、ありますよ。だアニメの声やってりたいなとか、なんかあのキャラクターコマーシャルでもいいですし、はい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 、なんか声の仕事をちょっとやりたいなと思ってます。確かに、あのだ昔やった、はい、ベンビーのガチマイ機構だった。ああ、はいはいはい、あのな、ベンビーがやってきた。ああ、はい、させていた、お手伝いさせていただきましたね。 YouTube でありますよ、ナレーションを。そう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 、僕 の, あの食べない食レポっていう斬新な美味しそうですね。美味しそうですねっていうガチマイ機構だっけな。YouTube ありますもんね。そう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 。ユニットやってましたもんね。ゲットね。ゲット。チームゲット。一回きりの僕とはい、ハットさんとそうそうそう、3人のユニットがあってやりましたけど、うん、あんなもあったしね、確かにね。いや確かにそれで言えば、うん、もっとやるべきこととかやりたいことって、うん、芸事を含めたいっぱいありますね。そうなの。だから、うん、もうどんどん時間が足りなくなってきて、はい、っていうのもやっぱり。昔だったらちょっと、あ、これでもな、歌いやいやと思ったけども、今はもうやりたいと思ったのはもうやろうと思って。いや、そうですよ。体と時間が許す限り、はい、っていうのがあって、ね、もうとあとはプロデュースっていうか、あれ、裏方的なこともしたいなと思ってて。あ、そっか。例えばさん、あ、そう、まあ、ディレクター的なのもそうだし、制作もね、ショートムービーも撮りたいし。あ、僕もそれあるんですよ。映画撮りたいんですよ僕。そうだから、ショートムービーも勝手に作ればいいさ。はい、いや、作れますもんね、今 YouTube でもパッと。で、まあ、公開するしないは置いといて、例えばよ、まあ、チョフリの BGM とかもあるんだけど、はい、公開しないっていう前提で、アリモンのこの曲使ってやってみたいっていうので、一回自分がどれだけのもんか、知り合いだけに見せるでもいいし、分かるとかってやりたいなぁ。音楽好きですよね、ベンビーさん。音楽も好き。音楽聴いてて、うん、この曲をテーマに映画なんか撮りたいなって思ったことありません？なんか、あ、この曲、そうそうそう、映画とかに合うはずだって。挿入歌とかエンディングとかありますよね。本当にそうだ。で、やりたいし、ミラクルシティ小座も、うん、本当は短編ですもんね、うん、あれはね、なんか短編というか、まあ、予告編大賞っていうので、はい、3分間の、まあ、いわばパイロット版みたいな、うんうんうん、こんな映画作りたいですっていうのを出して、まあ、あれは大賞がもう制作に出しますだったから、はい、まあ、長編の構想で出したとは思うんだけどね。すごいですよね。予告編で出して、それちょっと狙い目ですよね、まあ、そういった大会があるなら、うん、そういうのでもいいし、あとはちょっと他事務所の芸人の単独ライブをプロデュースしたいとか、はい、オリジンのね、若手芸人をっていうのはなんかあんまりないんだけど、はいはいはい、オリジンの若手嫌いですもんね、ベンビさんね。だわけよ、ちょっと断さ、なんでや、なんでよ、まあ、こんな言うから来ないんだよ、誰も、お前。なんでよ、や、好きだよ、俺。伝わらないんだよ、思いが。ベミさん、嫌いな人いないですもんね。いや、本当に嫌いじゃない、俺。俺、好きなんだよ。だけど、答えてもらえない気がするっていうか、だから俺、もう断られるのも嫌だから、飲みにもよ、自分からもう、誘い切らんところもあるわけ。ま、う、だ、ん、まあまあまあ、そうありますね。そう、断れた時のダメージがあるから、仲のいい首里でさえ、俺、誘うとき、ちょっと勇気がいるわけ。いや、あいつ、社長になってから、うん、やっぱ付き合い悪いっすよ。いや、付き合い悪いというか、逆にいろんな付き合いが増えてるからな。そうなんですよ。で、僕言うんですよ、電話して、首里、うん、今日誰誰と飲むけど、うん、まあまあ先輩だからというか、うん、急に誘うじゃないですか、うんうん、まあね、もうその日の当日誘いますよ、ね、3時間前とかに、うん、すいません、入ってるんですよ、うん、しょっちゅう会って、そうそうそう、で、僕のお店バーに、うん、まあ、どこどこの社長さんとかが来るじゃないですか、はいはいはい、来たら、うん、そういえばこの前首里君と飲んだよとか、はいはい、社長やっぱ選んでるんですね、あいつも。いやいや、選んでるか分からんけど、お金持ってそうな人としか飲まんみたいな、だから予約入れんとも飲めないわ。予約制になってるよ。いや本当に、 いいことですけどね。そうそう、まあまあ社長としてあっちこっちね顔出してもらうのいいことなんだけど、はい、だから他の若手もなんかね、うん、ショック受けるからあんまり誘わんくなっちゃってだから俺の気持ちも伝わらないんだろうし、あ、まあまあまあ、あ、まあまあ、たまには飲みに行かんと、はい、うん、でもなんか他事務所の芸人といろいろ絡んで若手を、まあ、プロデュースっ
ていうとちょっと一丁前なんだけど、はい、なんか一緒に例えば俺が叩き台台本作って、はい、あの芸人たちだったらこんなの面白いかもなみたいな。まずノーブレーキの単独ライブをプロデュースしてほしいですね。ノーブレーキなんだろうな、オリジンの人たちは知りすぎてるからなのかな。あ、なるほど。もう結局アコネットたちこういうのやりたがるだろうなに寄せそうなんだよね。寄せそうですし、うん、ベンビーさん色に染めてもなって変な余るってことですか。とかなんかね、だから立ち向かったらまあよく出る子たちはネタ見てるからなんだけど、はい、逆にそう俺色に染めやすいというか、猫のかけらとかとかなんか本当にアダージョとか、うん、もうもう栄一郎とか、栄一郎とか、まあまあそうだ、いろんなのいろんなの、すみません全部吉本だからさ、いやいろんな人たちを、うん、だからちょっとあ俺の台本でこの人たちこうしたらどうなるかなとかっていうのも単純に今話聞いてて、そのライブ見に行きたいですもんね。なんかね面白そうな気がするんだよな。だからここの芸人さんのファンの皆さんも、はい、こんな一面こんなボケ方もあるんだなとかっていうのも、うん、なんかやると面白いなと思って、で俺も多分それやることによって自分がまた見えてくるところもあるはずだし、いや、 やっぱそういうのやると、うん、スキルアップに完全になりますもんね自分の。そうなんです、そうなんです。なんか誰かと関わる、まあ、大変なことやればやるほどじゃないですけどね。そう、今年いろいろやっていきたいなと、はい、出る裏に回るいろんなこと。いいですね。なんか、うん、今年の目標って漠然と、はい、こうしたいっていうわけじゃなくて、こうなんていうんですか、細かく思いつきながら言うっていうのも、そうそうそう、言いながら気づくこともありますし、うんうん、一応まあ今年のテーマというかはもう一応流れに任せて、はい、やりたいのはやる、やっぱやらないと思ったらやらない、ただやりたいことはいっぱいあるからまあ、いやめちゃくちゃいいと思います。何もやらんかもしれないし、はい、僕一個、うん、あの今年のテーマというか一番初めに、うん、これもやめようと思ったことがあって、うん、明けましておめでとうございますっていうのやめようと思って、おあんまりまた心のその心は、うん、なんか急にまた僕と尖り出してしまって、 SNS 見てたら、うん、みんな明けましておめでとうございます。まあやるね、芸人たるもの、はいはい、みんな同じまあまあまあ確かにみんな同じまあな、あれでも難しいところではあるんだけどな。だやめたんですよ今年、あのお世話になった方に LINE で年賀状じゃないですけど、はいはいはい、やってたんですよ毎年、うんうんうん、まあもうコピペですよ正直、はいはいはい、名前だけ変えて、はいはい、まあやめましたあれ。来たら返しますけど。なるほどね。あ、その LINE の挨拶もうやめた。やめました。あ、もうやめた。やめました。あ、そうなんだ。俺どう思います？いや、いいんじゃない。なんかでも思うあの気持ちありますよ。うん、本当お世話になりまして、うん、今年もよろしくお願いしますっていう思いはあるんですけど。例えば昔みたいに、いや、あの上の人たちも気にしなくなってはいる。まあそうですね。そこら辺で言うと。困るんですよね。うん、やっぱあの、はい、同じような文章が来るじゃないですか、はいはいはい、返しをやっぱ変えたいんですよ。あ、なんか来たのには返す、来たのには返しますけど自分から言わない、相手も困る、ね、相手もいっぱい来ると思うんで困るかなと思って。まあな、はい、どうなんだろうな。すいませんね、変な尖り方して。いやいやいや、とんでもない俺だから俺も SNS はいいかなと思ったりもしたのよ、はい、通常運転で、うん、でもそしたらまた逆に一個ずつそのリップで開けましておめでとうございます来たら、うんうん、そうですね、また返すんかなとかも、じゃあまとめてパン1回でいいかなみたいなのはありますね。ところもあったり なんかね、というのも、うん、去年2021年がほぼほぼこう動けない時期もあったりとかで、はいはい、まだ僕の中で年明けてないというか、うん、1年ってくくったらあのエネルギーがまだ余ってて。なるほど。この例えば、うん、今年の6月ぐらいにちょうど1年分なるほど、なんじゃないかなみたいな。まあ動けない時期も多かったしっていうところあるな、はい、なので今年は去年余力があった分、今年はだからまあ、うん、僕もテーマ流れに任せようじゃないですけど、うん、やりたいことをまた探してやってみたいな、うん、そう、ある程度来たらそれでいいかなって気がするね。感じですね、うん、本当に直感的に動くというか、車とか運転してて、あ、うん、トークライブやりたいと思ってそのまま会場行ってできたらいいんですけどね。いやそうなんだよ、この時が一番熱量あるんですよ、うん、俺も最近本当昨日とといぐらい、はい、ネタ書きたいと思ってもう家帰ったら書きたくないわけ。わかりますよ、わかるわかる。あんな時止めた方がいいんかな、どっかどっか止めたりもうスタートしてしまった方が。そう、あの中から出てくるネタ書きたいっていうのはお笑い始めたばっかりの時は、はい、もう何でもいいから俺に、はい、設定振ってこい俺何でもやるぜって、俺本当に同級生に言うから何でも俺ネタにするわ、怖い。分かりますね。冷蔵庫 OK じゃ、冷蔵庫でネタ書くよっつってやってたのが、今やっぱりいろんなことやってるから、うん、ザ・ネタっていう
モチベーションにならんのね。さあ書こうかって言って徐々に上げていくしかないっていうか、まあ、あの毎年というか、じんわりずっとずっとやらなきゃって思ってるのはあの、うん、自分の時間割を作るっていう、はいはいはい、この切り替えスイッチをやりたいなって思いますけど、なかなかそれが難しくて、気持ちの切り替えも1時間目、まあ読書でもいいですし、うん、2時間目映画でもいいです、はいはい、高潤さんがやってるようなことですね。弱ってああやってるね。あれだからもっと短いスパンでポン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 ってやってもいいかなと思う。作家のちょっとずつでもいいかなと思うんだけどね。さあ話は尽きませんが、ここちょっとじゃあくがりファームの本当に尽きない、尽きないのよ。一旦もうここで旧オリジナルは、はい、レギュラーのデコリンさんが動画を撮ってきていただいているということで、はい、ご覧いただきましょう。どうぞ。こんにちは、オリジンアワーエコの皆さん、デコリンです。明けましておめでとうございます。今はですね、我らがクガニの隣にある泣き人上司の映画豊かな水が流れるところに来ております。もうカメラの冒頭でも見えた通り、でっかい鯉もたくさんいるんですよね。ここで、この施設がどうなってるかというと、これ全部湧き水で、こっちが川になってます。この流れてる川を板で水門代わりにして厚さを調整しております。深さですね、こう水門に気をつけることによって水かさが増して、僕らのクレオパトナの生けすにつながる水路ですねに水が行き届くようになっております。こういう感じですね。こちらも自然がたくさんあって、鳥とか、魚、カニ、エビ、いろんな動物がこちらにたくさん来ます。すごい自然豊かですね。そしてこちらが泣き人グスク城市への旧道、昔の道となってます。うん、でこちらにですね、なんか大正5年までは泣き人グスクの主導と呼ばれてた場所なんですけど、でこちら映画ですね、湧き水があって、毎年5月になるとこの神様を川拝みっていうイベントを、拝みをやる場所ですね。本当も昔ながらなんですけど、結構月に一組二組は見る感じですね、お祈りしてる方。はい、というわけで今回は以上です。デコリンでした。バイバーイ。さあということで、デコリンの動画をご覧いただきました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした、いや、あの先週もそうだったんだけど、はい、この収録に動画が間に合ってないわけよ。あ、まあまあそうですね、うん、確か僕前もそうだったんですけど、そうなんですよ、できるだけ間に合わせようって言ってるのに、やっぱちょっとバタバタしたりで、うん、なので先週とかも岸本のめちゃくちゃ突っ込みたかったなと思って、はい、さっき岸本ご覧いただきましたみたいな、うん、あとでも仕上がり見て気持ち悪いわけよ。一個ずつちゃんとやりたいってことですよね。そうそう、はい、いや岸本なんでよお前そんな静かに喋ってとか、うん、どこよここみたいな突っ込み入れたいもしかしたら今日もデコリンに対して僕らが何も突っ込まないのが気持ち悪いなって感じるぐらいの動画だったかもしれません、ね、あ、もしかしたら、そういう事情がございますのでよろしくお願いいたします。一応撮っときます。デコリンさんもなんでよやお前変わらんな全然これをあの皆さんのタイミングでそうね噛み砕いていただいたら、どこに入れていただければさあじゃあメール届いてるんで紹介していきましょう、ね、ありがたい、うん、来てますよ。あ、ちょっと待って、固まったどうした。この収録が決まってね、うんうん、メールをいただけるっていうのはありがたいですよね。いや本当よ、僕は生が多いので、うんうん、ラジオのお仕事も多くはないので、はいはいはい、
生だとほらまあ聞きながらパッて送るとかっていうイメージあるんですけど、収録の番組に対してメール送るってすごいありがたいな。ありがたい話な。先週届いたのとかはないかな。ただね、今日のスケジュールはもう売れっ子です僕。なんでこの後また何かしら10時半入りのクガニファームオリジンアワーエコ収録じゃないですか。でこの後那覇戻って夕方5時から入りの火曜オリジンアワーおで、はい、7時に終わるじゃないですか。19時からは、はい、あの D51 のや安田さんと一緒にやってる丸々ミーティングっていう1時間のあるね。今日ラジオ3本おい あれ誰だっけ。あれも FM の派だっけ。 FM の派です。そっかそっか FM の派付いてんだ。今日は FM の派の人です。いいですね、はい、じゃあこちらからいきましょう。お願いします。ベンビーさん年はすでに明けてますがおめでとうございます。こんばんよイッサだよどうもどうも。本日の収録 SNS での告知が今朝9時30分時点で何もなし。これはね1月3日、てっきり収録がないのかと思ったら、はいはい、アイムさんのツイッターに今年の仕事始めはクガニファームでの収録との記載が。なので今日のゲストは多分アイムさんだと思います。はい僕です。多分アイムさんだと思います。僕ですよ。オリアワエコ昨年も何度か収録当日の 2,3 時間前に告知をするというやらかしがあったのに、うん、なんと新年明けましての第一弾で早速やらかしましたね。ベンビーさんあらこれって分類分けしたら新年最初の忘れ物ってことでいいのですか。ちょっと待ってこれ本当あのもう言わせてください。とりあえずイッサもドタバタで時間がなくたくさんはメールかけないのですが、ありがたい。でも多分本日のゲストアイムさん、はい、今年こそは通常営業のガナーベースに行って、うん、雰囲気おしゃべりを楽しみつつ万代さんの変わり種カラオケレパートリーに耳を傾けながら美味しいお酒を飲みに行きますね。ありがたいですね。その時はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺でバイブー。あのですね、さん、はい、まずあの告知がない、うん、告知が遅い。ゲストが決まらんことにはと思っていつも決まるのを待って告知してるんです。はいはい。ベンビーさんがそれをまずこの把握できていないという状況ですね。そうそうそう。だから1月3日他の時点で、あ、うん、これもう先にあの収録日だけ告知しておこうと思って、はい、あのゲスト未定ですということで、はい、一応収録高校ありますよっていうことを流したわけよ、うん、はい、その後の事務所からあゆむさんですっていうのが来たわけよ。ああなるほど。そうでいろいろね大変ですよ。ただもうその前にあゆむって実は決まってたんだな。1月の1日にオファー来まして、はい、やります二つ返事で来てなかったんですわ、はい、っていうのがいろいろあるんです本当に。っていうというのもだから結局若手が断ってるわけよ。だから決まらんわけよ。いろんな若手にまず打診して、ああ、まあ、僕も言ったらマネージャーからじゃ頼みづらいと思うんですよ。なんとなくだと思うよ。だって若手さんいらっしゃいっていう体で始まったんだもん。そうですね。いやいや、ああ若手ですよもう全然気分は。いやいやまあまあもっとオリジンで言うところの若手よ、はい、なので、まあいろいろ聞いて、うん、このちょっと検討中の中で、うん、僕が多分一番早く31分にメール来て32分に OK やりますって言ったので。そう、まあそれはあるかもしれない。でいろいろごめん断ってアイムさんに決まった、うん、決まったアイムに決まったよからのかな次のかなであるんですよ。マネージャーも忙しいんじゃないですか。もう1週間前に決めてもらうようにしよう。うん、いやもういやこれはもうこういうスタイルです。こういうスタイルでいこう。じゃあもう決まらんかったらもうアイムとヤンビーしか来ない。あの見てってなってたら僕かヤンビーですが来ると思ってあの予想して送ってもらえればいい思いますね、うん。で通常営業のガナーベースに行って、はい、万代さんの変わり種カラオケレパートリー。そうあの楽しみたい。お昼に営業したんですよ、うん、あの、うん、夜開けないでくださいって、うん、あの県からの申請で、はい、その時に、まあ、試行錯誤してスパイスカレー、うん、ランチタイムにやろうってなって、はいはい、そのカレーを食べに来てくれてイサさんが。あイサさん、うん、で、うん、当時お酒も出せなかったので、うん、ノンアルコールで楽しんでいただいて、はいはい、で、万代さんがよくね夜営業してた時にお店に来てくれて、うん、常連さんで、はいはいはい、変な歌ばっか歌うんですよ。歌うよね。なんかうまい棒の歌とか、はいはいはい、なんか何だったかな、テリヤキテリヤキみたいな、あと乾杯、イタリア語で乾杯チンチンみたいな、あ、まあ、なんかあ、はい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 、ただ、うん、万代さんが歌うと、うん、ガナーベースのお客さんが一つになるんですよ。いや分かるわけよ。デージ盛り上がるんですよ、ね、マジで分かる。変な話ギャルとかも
ごめんなさいね、万代さんとは縁のないギャル普段縁のない感じのギャルの人たちがもう羨望の眼差しで、あの人面白い、乾杯したいみたいになるんですよ。モテモテなるんですよ。あるね、不思議な魅力ですよ。そう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 、それは確かに感じるんだよ。いや縁がない、普段縁がないと思うよ絶対。縁内さんではあれ、縁内さんではあれギャルと縁内さん、いや助けてもらってます万代さん、ねえ、うん、俺も万代さんのカラオケ久しく聞いてないから。いやあれはコロナになって、うん、結構辛いランキングの上位に入るかもしれないです。万代さんの歌が聞けないっていうのはそっか。だからまたちょっとね、現時点で沖縄のちょっとね、コロナ新規感染者数がちょっと気にはなるところなんだけど、うん、そうですね、ちょっと増えてますね。あ、はい、まあ、ガンガン収束していくといいんですけどね。ただまあ我々もう1年半以上も経験してますから、うん、はいはいはい、その経験を生かしながら気持ちを保つというか、はい、なんとか春先ぐらいにもう収束してくれんかの。なんかこのオミクロン耐えればもう収束って見てる専門家もいるしね。このオミクロンまでやとか、まあ、もうね、うん、俺は結構夏場にはもう大丈夫と思ってるけどね。別に気温がどうこうじゃなくて、なんかもうはいはいはい、シューッと。どういうラストを迎えるんでしょうね、コロナってね。なんか楽しみですよそこは。うーん、偉い人がこう会見で、うん、じゃあ言いますねはい、はい、じゃあいいですかね収束っていう感じなのか、言うのか、梅雨入りみたいな感じで、やはりほそうそう収束した模様ですみたいな、模様ですみたいな感じになっていくのか。誰も責任取りたくないですからね。そうそう、確かに。もしくはもうすごいなんか薬というか薬品が開発されて、ふって巻いたらこれだけ全滅するとか で今日をもって本当にもう収束です。はい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 。でもこれ間違いなく将来教科書に載りますよね。いやもう間違いない、間違いない、ね、だってこんなに現代科学をもってしてこんなにも倒せんかって、俺はもうね、もうやっぱりこの人類の自然に対する限界というか、やっぱり自然っていうのは恐ろしいなっていう、ね、恐ろしいですね。美しくもあり、科学の力ではどうしようもないのがやっぱりあるね。そうですね、うん、まあ、ただ現代科学があるからこそ、まあ、これぐらいで抑えられてるのかもしれないし、もちろんあるんでしょうけど、まあ、医療関係の皆さんもね、うん、あの日々頑張ってますから、あ、まあ、無力ではない、本当に頑張っていただいて、うん、ありがとうございます。この現状ぐらいでなんとか抑えていただいてるっていうのはね、はい、そうだな、コロナ収束しましたって、もし偉い人が収束とかって言ったら、うん、医療関係者の皆さんに何かやりたいね。医療関係者だけでパレードするとか。ああ、はいはい、いいですね、いいですね。何かやってあげたい、ね、ちょっとね、だ飲食店でもそういう、うん、あの動きが実はあって、うん、あの医療従事者の皆様は、はい、ドリンク半額とかやってるとかもあるんですよ。はいはいはい、やっぱ頑張ってますしとか。そうだね、うん、それはだからもうお店側が身銭を切ってというか、はい、そういうところになってくるからね、うん、やっぱりちょっとみんなで、はい、そうですね。だ僕らは、うん、あの要は文句ばっかり言わないと、うん、そうだね、この気持ちをこう明るく保つっていう、うんうん、とか、あと健康診断ちょっともう多めに行ってあげるとかね。ちょっとでもお金落とすっていうか。今忙しいで。健康診断開けてから。収束の後。ああ、なるほどね。なるほど。だからもうだコロナおったから誰も来ないやしみたいな。ならんでしょ。まあ、ならんけど。それはそれで。なんかもしれんけど。はい、まあそう気持ちとしては。そう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 。ね、あの何ねこれ緊急事態宣言開けた時とかもさ、うん、あの常連さんとかが、はい、もう。ね、やっぱり頻繁に来て、うん、お金使うよとかっていうのあったわけじゃん。ありました、ありました、ね、飲食店ではね、みたいな感じで。病院でももうどんどん金落とそうだ薬ちょっと多めにお前二人分じゃん、お前買うよあの自分のね、あの、うん、自分の常備薬をね、そうそうそう、多めに買うってことですね。いやいや、こんな困った時お互い様俺買うよ結局でも保険適用ですから、まあ、はい、ね、本当頭が下がりますよ、はいはい。で続いてうどん県大好きさん、どうも明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お正月はついつい食べ過ぎ、あ、そうか、ね、テーマが何てかな、年末年始の過ごし方だったかな、うん、あ、違うな、何てかな、まあまあいいか。お正月はついつい食べ過ぎてしまいます、はい、食べ過ぎて体調を少し崩してしまいます、はい、というお便りでございます。あ、まあまあ、ね、これもね、言わずもがな、うん、あるある。食べ過ぎるのはね、うん、確かに俺も1月1日2日はちょろちょろ仕事あったんだけど、ごちそうがね、終わったらすぐ飲んで食べて、そばもあるし、はい、
そうそう弁当もらってくるしとか、ね、いいですよねあれね。運動もしないし、うん、実家によって、うん、それぞれ各家庭によって中身汁なのか、はいはいはい、稲むずちなのかっていうのがあるじゃないですか、はい、僕の場合は僕の実家が、うん、実家というか、まあ、ばあちゃん家が中身汁だったんですよ、はいはい、で嫁さん側の集まりが稲むずち、おとってもいい、いいね、とってもいいんですよ。どっちも好きですか、ベンビさん。私はどっちも好き。でも中身汁が本当に好きだからよ、俺。あ、中身いいですよね。中身汁、実家が中身汁で中身そばで。ベンビーさんちの中身汁、うん、中身そばって、うん、デージうまそうっすね。デージうまいわけよ。デージうまそう。お母が料理屋だからよ。お母さん、絶対うまいですよ。パンも焼くし。手が美味しいはず、もう。手舐めたら美味しいはず。ティアンダーね。ティアンダーすっごいはずだよ、うん。だからもう、本当に俺も1月2日まではもうだらけて。はい。がまあ、この収録でいうと昨日から月曜日で RBC ワンデーのも始まったし、うん、からちょっと動き始めてる感じかな。わかりますよ。ただ、1月の4日か今日、うん、はいはい、だから来週ぐらいに体重に出るんでしょうね、うん、ああそうかもね、うん、で一応まあ歩くようにしてはいるんだけど、そうですね、ちょっと運動も意識しながら。そうそうそう、これはもうどうしようもないし。何食べました、主に。じゃあでも本当そばだろ、そばと、はい、まあ、カウントダウンでも弁当をいただくわけよ、はい、上等の弁当をいただいて、上等弁当、はい、でそば食って、で RBC からももう立派な弁当が出るわけよ。なんか立派な弁当を食ってたようなイメージかな。中身そば、中身汁そばと立派な弁当だから、オードブルとかもね、実家帰ると、はいはいはい、もう3円からあるじゃないですか。あいもなんかな、ツイッターだけのっけてたけど、親戚、まあ、定常ですよ。何あれは、今までのあれ、お父さん分の。違うわ。僕親が親戚かかって集まった。親が離婚してお父さんが何名もいるんですよじゃないんですよ。あ、一応あれは嫁さん側の、おあの一族で、あの子沢山家系なんですよ。うちの嫁さんがまず子供5人いて。そうだよね、はい、うちの嫁さんがっていうか、まあ僕らが5人いて。でそれぞれだからあの、うん、何、嫁さんのお母さんも兄弟が多いんですよ、うん、でそれぞれの兄弟が子供たちいるじゃないですか、はいはい、子供たちが嫁いだり結婚したらその嫁さんが、はいはい、ね、平均3人もいるんですよ、だから子供が。かあ、このご時世というかね、もう最近では3人からはちょっと多いもんな。1人がもう少ないみたいな感じ、少ないというか、まあ、はいはい、2人が少ないみたいな。うん、子供たちもいっぱいいるし、すごいなあれはね。で、それぞれ持ち寄りなんですよ、あのイベントって、うん、食事を。おお、だからあっちの姉さんはカレーを作ったよとか、はい、あ、それも事前に情報は共有しとくの。そうです、そうです、被らないように。で、あのお家の主は稲むずちを作るよとか、そっか、じゃあ子供もいっぱいいるんだ。子供もいっぱいいます。変な話、お年玉も大変です。うちだが5名ですから。だからさ、ちょっとラッキーだな。変な、いや、返しが変なだし。あ、そっかそっか、うん、そっか、それでもお年玉損するから、うちももう一人作っとこうぜみたいな。いやいや、そういう連鎖があるかもわからんな。いや、でも今年はね、まあ、去年のあれもあったので、うん、おとなしくやろうということで、お年玉もやらなかったです。はいはいはい、あの集まりすごくて、これ僕闇営業になるかもしれないですね。なんでなんで。あっちのだからお家の主の お兄さんが、うんうん、明るい人で、MC をするんですよ。いるな、うちの兄貴もやるわけよ。大峰直志も MC やりたがるわけよ。はいはい、皆さんつって、はいはいはい、チン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 ってやって、ありがとうね、今日はデジいい日だねみたいな感じでやって、うん、で、それぞれの家庭の紹介、はい、何々、はいはい、立ち、立てって言って、で、家族、子供たち、ガナハのアイムです、めぐみです、はいはい、妻です、子供たち、今年も、抱負、はいはい、抱負イエーって、はいはい、みんなだから、みんな得意ではないから、ざわざわしたら、僕呼ばれて、あのお兄さんに。はいはい、アイム、芸能人、はい、はいはいはい、出た、隣に座れ、隣に立ちなさいっつって、はい、お前も手伝えっつって、で MC 手伝ったり、あのアシスタントで、はいはいはい、だから事務所に行ってないんで。ああ、これはちょっと際どいラインかもわからんな。闇営業が。確かに。でもギャラは一切頂いてません。あのちょっとあの多めに、お残り物を持たされるぐらいではありますけど。俺もそういえば正月は昔本当にオリジン、俺小学校のハンドボール部で1月2日3日に大体 OB 会があって、はいはいはい、でそのまあ午前中お昼ぐらい午後ぐらいまで学校で試合して、うんうんうん、で夕方から集まってまた夜の部みたいなので、はい、ネタやらせてもらって、はい、でちょこれはちゃんと事務所に報告してたんだけど、はい、やっぱり
仕事もあんまりない、テレビとかラジオもそんな出てない頃は、うん、先輩たちももう気前よく、はい、5000円とかってお年玉、あ、まあ、そう帽子持ってます、はい、かなりいただいたこれはでも投げ銭、投げ銭スタイルで、ちゃんと事務所にもちゃんと言って、お気持ちですからね。そうダディがじゃあこれは全部もらっていいよみたいな。それで、まあ、うちの顧問があの率先して声かけてくれて、はい、またたかしをまず全然超えてないからみんなで、はい、お金あげようっつって何回だいっつってやってたな、うん、いやね、そうなんですよ。でうちの場合はだから余興の時間もあって、うん、はいはいはい、余興の時間にいかに外にタバコ吸いに行くかっていうのがある。なるほど。これ何やるわけ、余興急に振られるわけでしょ、練習。まずこのお兄さんがギターで歌うんですよ。やりたいんだ。やりたい。でみんなでそれ手拍子とかして、はいはいはい、でダンスをする人もいれば、はい、もう言いたくないです、もうこの話で俺も本当に親戚のそんなノリが嫌で、もうみんな明るいからよ、うん、で俺もう全然このノリが嫌で、もうじっと黙っててから、みんな明るいから、うん、ベビーさんもきっと面白い、このいやだから、まあ後で考えればこうただ黙って見てたのが本当によかったんだろうなと思うよ、達観してね、うん、あそこではしゃいでたら、いや死ぬやるかなって他の人見ないで勉強の時間少なかったかもしれない。何が受けて何がダメかっていう、そうそう、俺もただ黙ってじっと全然面白くない、俺もちょっと面白いなってはいはいはいっていう感じで一応見てたな、そういえば思い返して。どこの家族も一緒なんですね。あったな。ただうちはやっぱ多いと思いますよ、あれは。あの恵まれてますね、家族は。はいはいはい。まあまあね、あの家族として親戚集まって明るくなるのは、うん、ね、締めっぽい感じよりは全然いいと思うけどね。はいはい、ベンビーさん、ゲストのアイムさんこと、はい、ガナハマンさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは、ガナハマンです。いい上田です。どうも。あ、そうだ、忘れないうちに、いい上田さんからね、はい、あの東京ライブも来てくださってたんだけど、 ありがとうございます。あなたかな、ちょっと俺が気になってた映画の DVD いただいて、ああすみません、ちょっと俺が遅くなりまして、何かをおおって興奮してるのは、そうあの気づきましたね。あとみんなもビール券だったりいろいろいただきました、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。本当に、今回収録のメッセージテーマ、今年やりたいこと、うん、資格検定からマイホーム取得まで、この元旦いろいろリストアップしたのですが、うん、その中でも強く実現したいことは旅行、特に沖縄旅行です。アメンソレ、去年東京に転勤したものの、新型コロナウイルスほか事情で、都外に出る機会がほとんどないのですが、今年は沖縄在住の間に貯めたマイルが失効するので、はい、ぜひあちこち旅行に出たいと思ってます。もったいない、こういう人多い、マイル貯めたんだけど去年出れなくて、はいはいはい、もうマイル失効するから、なんだろう、日帰りで沖縄来たみたいな人もいたよ。もったいないから、もったいないから、もう行こう行こうつって、特に沖縄は先日見たオリジンさんの東京ライブでの体験が忘れられなくて、あら気象転結や他のライブに予定を合わせてライブ鑑賞をメインディッシュに、そしてクガニファームやガナハベースなどを回りたいと思っています。嬉しいですね、ぜひぜひ、新型コロナウイルスでまだまだ先が見えませんが、落ち着くことを心から願いつつ、うん、再び皆様にお目にかかれることを今年の目標の一つとしています、はい、お目にかかるといえば東京ライブは今年も予定があるのでしょうか。ぜひまた東京でご一緒できればとも思います、はい、今年もオリジンアワーエコはじめ皆さんのご活躍ぶりを拝見するのを楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしください。 ありがとうございます。東京もなんか JTA さんがね、はい、かなり喜んでいただいていたようなので、スポンサーの皆様もね、で何よりお客さんがすごくだからあの温かく、かつそうあのお見送りの際も、うん、なんかすごいいい顔で、そうなの、皆さんあの帰られて、でそこもやっぱりあの JTA さんはじめスポンサーの皆さんも、あこんなに喜んでもらえるんだったら、あのうちもね協賛した甲斐があったなみたいな、いやいやあれはっていうのは感じていただけたかなとは思うけど ね、いいライブ、久々に去年の暮れにいいライブができたなと思いますね。そう、あで今年もう一回やりたいのは東京ライブ、大阪ライブ、個人的にも、あ、はいはいはい、歌3曲引き下げて、はいはいはい、沖縄居酒屋回りたいなと思って、あなるほど、トークメインみたいな感じで、いいですね、そうそうそう、三振もちょっと練習してからちゃんと、うん、っていうのもちょっと考えてるんでね。だから次はどこどこの話もちょっと出てますよみたいな話修理がやっていたので、はい、あるかもということで、どこか、そうですね、どこかあると思います。ちょっとオリジンの営業部の皆さんというか制作の皆さんにちょっと気張ってもらって、演者はいつでも準備できてますからね。そうだわ、はい、
だから仕事で行けるって最高さ。最高ですね。でまあ俺ちょっと月金であるからあんまり前乗りとかもできないし、はい、観光時間取れないんだけど、できればみんなね、はい、今回金曜日の夜入ったんか東京。そうですね、前日に、はい、だからもうなんならよ、はい、2日前とかに入ってさ。ああ、まあまあそうっすね。1日まるまる自由時間とか。いやーでもいいいい、俺電車やりたいよ。よくないことがあるんじゃないですか。いやいや、変なことしたりするやつはいるんじゃないですか。なんで、いやみんなで楽しく行けばいいさ。僕らも前日に入って、うん、首里代表ももっと前乗りしてたで、はい、じゃないですか。ね、で前日に入った僕と首里代表と共通の東京の先輩がいるので、はいはい、そこをちょっと食事しましょうっていうところで、うんうん、結局もう夜中3時4時まで、翌日9時入りなのに、あ朝の、まあ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 、で新宿2丁目行って、はいはいはい、であのニューハーフの方とかゲイの方にチラシ配って回って、はいはい、明日ライブなんですよ、誰も来ない。まあ土曜日忙しいでしょ。でも上手です、あのゲイの皆さんは。うーん、行くーって言うからみんながみんなチラシ渡したら、え明日行くーって言うから、僕らも気持ちよく、本当ですかみたいな、はい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 、来てくれたら一人は招待しますよとか言って、僕はもう何としても会場埋めたかったんで。そう、ね、当日まで不安だったじゃないですか、はい、ちょっと、はい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 、なのでそっか。そうだからやっぱり前日入りだからダメだわけよ。で2日前ないって、ああの前日朝からもう夕方で終わり、もう先は朝から飲む。でも明日もあるしなとかなるじゃないですか。大丈夫大丈夫大丈夫、夕方で終われば大丈夫。はい、でやりたいな。ケツをだから伸ばしてくれたら、ケツというと、ああなるほど、終わってからね。前日、はい、はいはいはい、まあでもその方が確かに安心して遊びはするわな、うん、はい、でもすごくいい経験で、お客さんがすごく温かくて、うん、そう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 、で逆に戻ったら沖縄の、まあ、オリジンライブが控えてたじゃないですかね、はいはい、今年最後の、 うん、あれがだから不安になるぐらい盛り上がったんで。だからさ、東京ほど盛り上がらんだろうと思って、まあ、まあ結果盛り上がりましたけど結果盛り上がり良かったですね。そうそう、やっぱり久しぶりに満席入れてもいいですよって、あ、まあ、満席ならんかったけど安心したな、席開けなくていいですよの状態だったから、やっぱそれはそれで盛り上がったし良かったですね。ただあの東京ライブはもうあんな盛り上がり久しぶりだったね。お客さんがすごい良かったですね。本当よ、もう純選手って言っただけで笑いが出るんだからないよ、なかなか。本当ですね。ねえ、はい、さあということで今年もね、もう全国各地あちこちやりたいですね。ねえ、北海道なんかも行きたいわ。あ、今年やりたいこと僕思い出した、これ首里代表にも話してたんだ、うんうんうん、あの僕、はい、バイトしてた時期が国際通りのお土産屋さんでバイトしてたのが、うん、合わせたら10年ぐらいあるんですよ。なので観光客の皆さんとお話しするのがすごい好きではあるんです、うんうんうん、で恩納村にある顆粒子オーシャンスパでセグウェイっていう乗り物、うん、やってたね、をあのそれこそ観光でいらしてホテル泊まってる方をツアーで15分ぐらい山登って、はいはい、で山の草木を説明しながら、うん、で指名制とかじゃないんですけど、僕インストラクターの中でも結構人気があったというか、はいはい、オリジンの芸人が何人かね、はい、インストラクター免許取って、そうそうそう、うん、でなので、まあ、お話しするのも好きだし、はい、でそういうことのために物を覚えるのも好きなんですよ、はい、この葉っぱの名前とかこの土地の意味とか、うん、で嘉数仁紗さんにちょっと弟子入りしようかなと思って。ああなるほど、あこれはでもあるよ、デージあの、うん、めっちゃ好きなんですよ、あの、はいはい、昔の沖縄のあさととか、うん、写真とか、はいはい、でここ今立ってる場所は、うんうん、当時は竜の尻尾と呼ばれていた場所が、はい、若狭泉崎にあるんですけど、うん、頭だったかな、うん、で右岸所とかも好きなんですよ僕すごく。なので、はい、ちょっとこれを勉強して、うん、それこそあの沖縄に行きたいっておっしゃった方を、はいはいはい、うん、ちょっともうオリジンツアーみたいにして、はい、俺も知ると話したよ、思い出した。俺は弟子入りせずにしれっと勉強してやろうみたいな話してたわ。はいはいはい、でもだから本当にあのお尻も言った、もうみんなで勉強しましょうみたいな感じもあったから、うん、やりたい、これはぜひやろう。でやっぱりね、地元のことは沖縄好きの皆さん、オリジンファンの皆さんってさっきおっしゃってくれたみたいに、うん、オリジンライブ行った後にガナハベースなんか1個、はいはい、もうご自身でツアーみたいに作ってらっしゃるから、うんうんうん、それに1個僕らが恩返しじゃないですけど、そうだね、旅の知識と沖縄の歴史をみんなでこうね回りながらライブを見てもらって、うん、でガナハベースでお食事してもらって、はい、あで途中ねスポンサーついてもらってる居酒屋さんとかで食事してもらって、うん、沖縄料理を、
めちゃくちゃいいと思う。っていうのをやったらいいかなと思って、はい、やろう、やりましょう。今日言ったこと全部やろう。忙しいよ。帰ろう。帰る。あ、もう取れてます。忙しくやろう。忙しくなる。今が一番熱が。そうだ、OK。今帰ってもうやろう。さあ、ということでですね、はい、まあ、改めまして先週も言ったんだけどね、またあの今年一発目の収録ということになってますので、1月10日オンエアでございますが、はい、で今年もですね、株式会社ここにプレゼンツのオリジナルワイコ、お一つよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、本日のお相手はベンビーと、ノブレキのアイムでした。またね。今年もよろしく。